の作業の日やん。マスタリングやる日とかさ。お、来た。お願いします。フリーザハードウェアはサイコロで出た目の金額で買った中古機材のみで音楽を作る新感覚音楽制作バラエティ。統計も信じられないこの時代、目の前のハードのことだけ信じてる我らの DTM 参加始まります。お、お、VS、え、VX800 ちゃうにしました。うわー、おー、 IC レコーダーを回避したの、はい、まあ、これはでも一応通電チェックして、あの、変な画面が出ないまでは確認した。はいはい、まあでも音までは無理や、面倒見られへんけど、そうっす、それって操作できる画面には到達することができる。いや、これは CD なんですけど内蔵ディスクもあるんで、ハードディスク、ちゃんとそれも確認しました。さすが店員さんに聞いた。いや、店員さんには聞いてないですけど、ググった、ググった、インターネットを、インターネットを活用して、しかも、なんかわかんないですけど雰囲気的に内蔵の、なんか、音がドラマ入ってるよ、自分は大体。あれ、それだ、ちゃうんか、俺が思ってるやつ。違うね、VS じゃないんじゃない。あ、これ機材の紹介何もしてない。ズームや、え、ズームの何買ってきたんかだけ。ズームの、あの、落ち着いたら、落ち着いたら、ズームのピンマイク聞いてます、今。やばいな、オッケー回ってる。回線がどかどか。しかもセッさんからちゃんと途中でなんか全然うまくいってないらしいなみたいな。いじり入ってた。NRS802 ですね。これを買ってきました。ちなみになんですけど、はい、スタジオ今日9時までなのね。そうです。で、8時半ぐらいにはもう撤収始めたいから、あと2時間で、あと2時間で、よし、ガチのタイムアタックみたいになってるやん。そう、ここからは回線の、でもまあ録音さえできればキーボード弾いてラップ取ったらしまいやから。しまい。さて、しまおう。あ、それ忘れた、あの熊本土産あるから。ありがとうございます。やった、二人にもあるから。ありがとうございます。シロリアン熊本土産。え、しかもめっちゃうまそうじゃないですかこれ。よしよしよし。シロリアンって何なんですか。え、あの、お菓子、お菓子。あ、電源はついたね。電源はついて、あ、ズームのバックライトだ。何か音を鳴らしたい。オレンジ、オレンジ、オレンジ。やばい。ローランドのこういうのも使ったことがないので、今からもうこっから急ピッチで巻き返す。ようやくいつものスリーズハードウェアになりましたね。ぶち抜いていく。あ、電源ついたっすね。俺はまだちょっと分かんないなと思うんですけどね。天一エンド、あ、まだこれまだラーメンエンドはありえるんで、無駄できない。そうだな、うん、時間もないしね。時間がやばいですね。いやいや、操作方法を調べるところでも相当時間かかるから急いで。でもこの焦りは禁物やからね。いや、そう、急いでもいいことないんで。そうそう、ハードオフの中折る時が一番やばかったっすね。まあその追い込まれすぎし汗だらだら出るような。いや、あ、でフェーダー上がってる。あ、オンになってたら上げたらなるよ。なってるはず。あ、でもさーってなってるから。え、それでも音入ってるってこと。入ってないんか。メーター触れてるね。すごい、ついにもう最初からなんかすごい、なんか先生と生徒みたいでいいな。美しい光景や。写真に収めよう。あ、ちゃうわ、90やで。あ、間違ってたっすか。あ、でもシグナル来てないね。あ、なった。お、来た。おい、やったー、できた。あ、もういけるやん、もうできてるやん曲。さすがに嬉しいわこれ。その音なんなん。ジャズっぽいドラムだ。ジャズって名前。ジャズ。おお、よかった。さすがにこれは嬉しいかもしれない。いけ、謝罪ラップキックしろ。謝罪ラップ。俺らがもう押さえで買っとけって言ったの買わなかった罪で。めっちゃロックやな。おお、なるほど、これで BPM が。あ、すごい、もうできたも同然やな、これは。で、キーボードをこれに入れたいですよね。そう、第2の、まあ、音は出ると思うね。取れるか、取れるかは、ね、心なしか、まだ息切れ感ある状態でやってるのはおもろい。ちょっとね、焦りすぎて。あ、でもそっか、プラグの問題になってくるんか。え、なんで？インないんすか。あ、インが RC じゃないんや。いや、それはそうそうそう、片方ずつに出して、ね、そうそうそう、モノラルにすればいい。おお、ようやくこれで俺たちのモノラルステレオなんて早かった。結局
最後やばそう。今だから RC のケーブルにフォン、あの RC フォンの変換がステレオ分あったのを、うん、こう1-1にして、こういうにして、あいいですね。これすごいね。これはモノラルに帰ってきた。結果モノラルのこう、ね、あれを離れられないモノラルの呪いが、まだだからステレオ入力はされたことないこの。ステレオなんてまだまだ早かったな。やっぱいいな、やっぱあのデュアルケーブルの片方プラプラしてる、やっぱあるあるよね。最高やわ、やっぱで、らしさが次々出てきた。録音待機みたいなことを背中のね、アームド、アームド、アームドにできるか。アームドすると音鳴るようになるからな。それは絶対に説明書の方がいいと思う。録音だけは、録音をするっていう項目を絶対見た方がいいと思う。一旦音は鳴っているから録音です。ここの読み込みの速度もね、すごい人によって違うからむずいよな、これってな。むずい。隣なんかポリリズムみたいなドラムになってる。なんかこれだいぶ適当ほんとだ、変拍子だ。ラップバトルでこれかけたらファンに怒られるやつ。でもこれ簡単で、レコーディングさえできたらあとは全部生きてるから、うんうんうん、あとはもうミュージカリティ、ミュージカリティ、改正のその、そう、ね、音楽ドラムセンスだけ、そろそろ改正のこう音楽を、うようやくね、そうそうそう、うん、ネイビスここにあり、ネイビスここにあり、レイス 2B してほしいですね。まずメーターが触れてへんみたいなことなんかな。お、お、来た、おー、おー、おー、来た、早いぞ、取り返してるやん。しかもやっぱそのディストとギターみたいなプリセットですよね。僕らはプリセット確認済みなんで。そう、プリセット俺ら大体全部もう聞いてるから。そのこれもまず知らないですもんね、俺。そのキーボードがどんな音になるかっていうのを俺らの方がもう知ってるからね。もう飽きたもん。そう、海星が一旦、一旦飽きたもんな。飽きた。もう、あ、あれ全部これになってる。いや、あのボタンがあるね。押せば変わるボタンがあんねや。そういうことですよね。番号変えたらええや、番号。こんな音あったか。あ、エフェクト入ってんのかな。普通にこっちにあれが、そういうことか。エフェクトにギター、あ、ディストーションが入ってる。あ、そういうこと。絶対そういうこと。あ、だからそのギターを入力するようなプリセットで、あ、てかギターになってるんや。これは書いてるな。これはもう、でも教えられない。うん、分かるんけど。いや、そうですね。そういい感じ。でもよく見たらいい、分かるから、ディレイ。いや、そうっすよね。なんかがオンになってるだけやから。うん、エフェクトのとこを読んだら分かりそうっすね。あ、そうだね。機材の面だけちょっと見よう。そう、あの見たらもう結構これトップからアクセス結構できる系や。ほら、あー、これかなり分かりやすい UI かも。そうそうそう。あ、マジっすか。うん、もうだから時間もないから、もう俺らが介入し始めちゃって。そう、エフェクトについて分かる、絶対大丈夫。震えてきた。絶対いけるよ。すごいな、ここの、ここの単純面回数はこれぐらいの分かりやすさ、すごくいい機材じゃないですか。え、でも結構チョイスとしてはかなりいいチョイスしてるよ。いい、一番いいやつ選んだ、うん、いいな、選んだと思う。これってでもブチって抜いちゃダメですもんね。あ、いいよ、あの抜けるようにするよ。フェーダーが下がってる。え、はい、こっちみたいな。こいつは何？スルー音。ギター、バス、ベース。バランス、アンバランス。ああ。やばい、こういう用語とかもね、なんかあるよ。バランス、アンバランス。いろいろ指してみて。なんかした。これがな。一番いいと思う。なんで切り替わらへんねやろ。インプット1にしたいのに。あ、なるほどね。ボタン押しても変わんないんだ。ね、それはあるんや。なんか押しながらみたいなことか。やばい、腹減ってきた。うわぁ。まあでも説明書も、説明書に全て書いてあるからね。説明書を見たら絶対使えるように機材って作られてるからさ。そうですね、誰でも分かるように。やっぱこのスリーズハードウェアで毎回こう思い出してきた、このロケの感じ。いや、ほんまに説明書が想像以上に大事やっていう風に毎回なるよね。あと説明書ってやっぱ難しかったりしますからね、読んですぐスッと。な、文法あるもんな、説明書の勘どころというかね、やっぱそうやって説明書というか、やっぱその説明書と機材の対応みたいなんて書く方もそうやし、見てる方がもうそわそわしちゃってんだよね。僕らがね、そうそうそう、前に進めたいっていう思いが強なってもうてる、みんなが。でも違うのよね、やっぱ待つことも、待つことも大事。改正を信じればいいだけやから。
アルバムいっぱい複数出してる人間が作れへんわけないからな、そうそう、あんなにいっぱい音楽作ってるのに、これは意味とかじゃなくてほんまストレートな、ひとときのこれはもう苦難ですから、どんな曲を作るときにもミュージカリティはあるっていう、音楽を作る人間が誰もが、あの制作途中はこんな感じやから、スリーズハードウェアやっぱやばい、伝えたいと、時間がえぐいよ、全然リアルに新しい機材買ったとき音出ないとか余裕である、あるある、やっぱそのルールみたいなのが毎回違うから、だって初めて今日スタジオででかい音だったな、おなるほど、そういうのもできる、お、パッと叩いた、いい、最悪それだけ完結させることもできるからね、そうなるとドラムキットが変えれたらこれはワンチャンあるぞ、確かに、いや、その音でもいいでしょう、かなり、まあね、海星があんなリリース長いドラムで曲作ることなかなかない、確かに、スネア長いよ、あ、でもやっぱこれリズム帯が違うだけで全部音、そんなわけないか、音源は1種類しか入ってないんやろ、あーズームのね、あくまでデモ制作用の、はい、だからそのバンドのデモ作るときに叩いてくれるだけで、でも SY の方はいいドラムいっぱい入ってたね、 SY のドラムも良かったね、いいドラム入ってたわ視聴者の皆さんはもう聞いてます、聞いてます、そう、この SY の入ってるドラムっていうことでちゃんと出たんです、みんなはプリセットを聞かされるわけや、このどこかの回で、そういうことや、絶対ヒップホップらしいですね、これ、あ、これこれヒップホップなの、テンポが速いのかな、ヒップって書いてるですね、あ、ヒップって違うんか、いや、ヒップなのはヒップだだけだからレゲエワンですね、これ、あ、やっぱそうなんや、レゲエワン、レゲエワンいいね、ラップ映えしそうなビート、で、あとは外部入力の音が、ね、いや、そう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 、歪みがね、どうしたらいいか、よっしゃ頑張れ、いやいけるぞ、いけるっす、いけるっす、怖いまあ、シェーケンサーを今もう習得し始めてるからね、初めてばっかりのに水に本飲みのシェーケン9時間入ってるっすそうだ、もうだって4時間半以上経ってるからね、やばい、何も始まってなかったんですけどねお、点滅が消えてる、お、もう4時間半お茶してた、俺たちでも入力も来てない、モードとかないやろうね、モードなんかないやろうな、あ、これな次逆にコンクなっちゃったな、これがなんでワンの音楽にできるの、さっきまで来てたもんな、なんかつまずいてるね、さっきは来てたのになんでだろうな、なんか押したんだ、なんか押したんですよね、俺が多分もう一回押したんだ、おじさん、でもレコーディングのモードに入ってたら絶対レコーディングできるからね、まあさ、マニュアルって、シンセサイザーのライブマニュアルの読み方みたいなのって文字通り読むとは違うからな、やば、唇カッサカサなってる、水も飲んだりまだ水が足りない、まだ何も買ってきたろう、楽しいことですね、だってさ両方点滅させます、ああ、まあそれはね、来ないよね、ほう、なるほど、あ、もう見た瞬間に東風さんは分かった、何かがオッケーっす、オッケーっす、それは来ない設定になっていると、ちょっと今日はもう巻きもある、巻かないといけないから、ちょっともうこう、アドバイス多めで、あ、そうなん、でも説明書に全ての答えはあんのよ本当に文章問題と一緒、うん、国語の答えは本文にあるから、ほんまになんか東風さんと海星米津四郎の10句みたいな確かに、どちらか一方の両方に楽器を接続しないよね、そう、三人称、単数の後は S やねみたいな、そういうなんかキーラムズや、そういう、そういう、そういう感じになってるオン・オフの切り替え、お声出てボタンすごい、豆腐さんの顔見ながらボタンを押していったら正解わかるじゃないですかほんまやわ、鏡がある、忘れてた、顔色を伺いながらあれ、もう一本、これ見ててもどかしいことも忘れてたわ、久々のロケで、そのいやでもこれってやっぱそのなんですか、家でやったらできるんですよね、そう、落ち着きの問題で、そうそうそう、やっぱその今ハーハー言いながらタクシーで往復してきたっていうあれで今脳がふわふわしてるから、1日3回同じハードオフ行った後のね、やっぱ急に、しかもその後このいきなりこう制作なんで閉じこもって曲を作らされるっていう、ね、僕らだってガストで2時間食べてコーヒー飲みながら食べてっていうダベリのフェーズはあるのに、ここだけ急に詰まって買い物から制作までのインターバル0秒ですから ね
なんでオンにならへんねん、これが。テーマソング聞いてみて。楽器の最大音量。あ、ワブ取り込むとか、そういうの。でもちょっと待って、でもさ、俺もその海星を見てて気づいてんねんけど、海星説明書通り今行こうとしてるよね。はい。でも、その、なんなら反応しない。あら？これは？っていうことになってるよね。はい。ちょっともう一回、思って見たことやってみてくれへん。見て、その、やろうとしてることを押してみてくれへん。嫌な感じするな。これを最大に。まあ、合わせて。それデュアルケーブルのさ、あの、L 合ってるかとか、そういう感じじゃない？俺。いや、でもさっき行けてたんですよ。合ってんねん。でも、刺すとこ変えたよね。変えてないか、変える前か。変えて、戻したっす。戻して、刺さってる。そもそもさっき音だったから。そう、さっき鳴ってたからな。取ろうとしてたよね。で、まあ、インプット1位をしたいと思ってるんじゃない？めっちゃ思ってるっすね。光ってない。で、押してみたやろ。光ってた。で、押しても光らんねんな。で、2は光るもん。2は光んないっす。2も光らへんねん。同時押し。いや、そうはない。俺もそれ気づいてて。あ、やばい。ちょっと、介入しかけた。お、なるほど。ごめん。うわ、モードや。介入しちゃった。いや、まあまあこんぐらいは、これはまあ仕方ないな、かわいそうや。僕らがそのだってさ、営業時間内に行ければ僕らは美味しい飯屋に行けるわけですから。そう思うとどんどんアドバイスしたくなってくるな。ん、でも今の、あ、なるほど。え、ちょっと王将何時までですか、とりあえず。王将まあやってるよ、10時とかまで。あと、そもそもその曲を作ろうと思ったら、その曲を作るためのなんかその、あれを作らなあかんっていう話じゃないのか。あー、そうっすね。あー、そうっすね。あれをね、そう、フレーズループって機能すごい面白そうです。あ、出た。でもこれでループしようとして、やっぱりこう有村みたいな、だからよくそれはなんかいい曲を作ろうと思って欲が出て、もうそんな暇はなくて、やっぱこの取捨選択の果てにやっぱ俺らいるからさ。あ、確かに。だから要するに大したことできないですよね。そうそうそう、理論値最強は行きたいんですけど行けないんで、脳みそふわふわしてるんで。最大のヒントを与えてしまったから、もうあとはもう本当に頑張ってもらうしかないな。まあ音出るとこまではね。これが毎回2時間かかるから、うん、1時間2時間。あと、だからその音出ると取れるもまた乖離ありますし ね、まあ、ね。で、あとなんか知らんけど取れてる状態から、なんか思ったように録音するっていうね。クリック出したりね。クリック出したり。レコーディングできるんかっていうね。でもなんかこのMTR のマニュアルを毎回読んでるから、読んで、はいはい、今回はこのパターンねみたいな、なんか変な、なんか変な経験、いらん経験値が積まれてて、いつ使うねん、いつ使うねん、ほんま。いや、MTR なんてなんぼ使えた方がいいに決まってんねんからさ。ですけど、もう使わない、もういい、絶対。いつ Zoom の MTR を使わなあかんくなるか分からんねん、人生で。いや、まあ、そうですよね。あと、ここでのなんか覚えたこの勘どころがね、東郷さんに閉じ込められる時だけですよ。どんなに閉じ込められない限り。いや、でもこれがやっぱ上がることによって、この皇族の若者たちが、なるほどねみたいな。それはありますね。そうそうそう。でも、まあ見てきた改正が、まあこのね、うん、あのやられ具合ですから、ね、過去回をわざわざ見てきた改正が。今回の見たら若手がもう手を挙げへんくなるかもしれない。こんな大変なみたいな。いや、なんかいいとこ見せようという気持ちのを食っていく企画ではあるじゃないですか。そうですね、みんな恥かいていく、恥さらしチャンネルとしてのさ。そうそうそう。いや、でもやっぱその人間っていうのは、やっぱそういうとこから全員がどんなプロでもここからスタートするっていうのがおもろいわけでさ。やっぱかっこいい姿はばかりを見せようとしていると、やっぱこれファントム供給もあるんだ。結構しっかりしてる。あ、そうそうそう。コンデンサーマイクも取れる。じゃあ初手でこのやったら結構いいマイク買いましたね、今回3枚やったら。確かに。やっぱほんまになんかあの、思いつく機能は全部入ってるけど、おそらく今日1日でできるのはここまでやろうなみたいなのやっぱあるな。とりあえず録音する段階に行きたいよね。行きたいですね。あとなんかドラムキットもいろいろ入ってるぞ。あ、入ってるんですね、うん。プロジェクトをまずね、結構ね、あの、昨日、全部やれるとは。なんかその、なんかダウでできる基本操作が全部できるようにはなってる。機能です。ウェイ。ああ、もう掴み始めてます。エフェクターを。ウェイ。エフェクターを掴み始めてるぞ。エフェクトセクションのボタンを押すとエフェクトが変わる。まずまあレックできるかやもんな。レックさえできれば、まあ どんなにこうすっとこどりな、うん、どっこいな感じになったって曲は出来上がるからね。まあ、天一は回避できるっていう。天一回避、まあ、天一で回避した時王将とかに行くんやろ。それかもうガストっていう手もあるよ。ガスト、もう一回ガストというガスト。
でもガスト何回行ってもやっぱメニューがいろいろあるんですからね。ハードオフガスト、ハードオフ、ハードオフガスト、ガストやっぱじゃあトリプルチーズバーガーってことですね。バンズという名のガストになんか前半全然半みたいな、全然全然半みんな疲れてきてるから